皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする iTeachers TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、7月も中盤に入りましたけども、夏休みの宿題で嫌いだったものってありますか？もう宿題そのものが嫌いだったんですけど、毎日つける日記なんていうのは本当やで、もう毎年のようにですね、最後の数日で、ね、やりくりするみたいな不毛なことしてました。わかります。私なんかは読書感想文というのが、本を読むのは嫌いじゃなかったんですけども、なんで感想文書かなきゃいけないのかって未だに疑問ですね。本を読むってことと、その感想を書くってこと、結構違う仕事だと思いますし、大人になってみてもですね、非常にあれ難しいことしてるんじゃないかっていうふうに思います。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、森村学園初等部の不破かすみ先生です。不破先生は2年ぶり2度目のご出演でいらっしゃいますよ。もう2年経つんですね。前回は確か新人の頃に来ていただいて、非常にしっかりしたプレゼンしていただいたんですけども、2年を経て、実践がね、どんな形で進化しているのかしっかりと見てみたいと思います。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは森村学園初等部の不破かすみ先生。プレゼンタイトルは、まとめの感想文をやめてみた、 ICT× 国語の実践です。不破先生、よろしくお願いします。どうぞ。皆さんこんにちは、森村学園初等部の不破かすみです。今回はまとめの感想文をやめてみたをテーマにお話をしたいと思います。前編は物語についてお話をします。私は子どもも大人も楽しい授業をモットーに、日々実践を重ねています。ある時、子どもにですね、まとめの感想文を書きましょうというふうに声掛けをした時に、子どもから、またというような声が出てきてしまいました。どうしてだろうと思った時にですね、私はと気づきました。子供は単元の途中でたくさん書いているんです。私の授業ではよく、自分の考えをまとめてみよう、感想を書いてみよう、そんな活動を行っています。その上でさらにまとめの感想を書こうってなると、どうしてもやらされている感というのが出てきてしまうんだというのに気づきました。じゃあ子どもも大人も楽しい授業、国語の楽しいまとめ方ってないんだろうか、そんなふうに考えるようになりました。そこで考えた問いがこちらです。この作品を読んだことがない人に向けて良さを宣伝するとしたら、そんな問いを問いかけてみました。今回は白い帽子の実践でご紹介したいと思います。実践の流れはこんな感じです。まず自分が考える白い帽子の良さをまとめます。そしてその良さを引き出せる宣伝方法を選びます。そして宣伝するための作品作りをして、最後鑑賞会をしていきます。実際の子どもの様子がこんな感じですね。奥は iPad を使って作品作りをしていて、こちら側ですと、iPad を使って調べながら紙にまとめている、そんな子どもの様子もありました。実際にアンケートを取ってみますと、紙で、書く子も実は多くてですね、紙のポスターで書いた子が11人、新聞でまとめた子が3人、そしてもちろん iPad でポスターを作る子、そして動画を制作をする子、そんな子もいました。で、その活動を見ている中で一つ大きな変化がありました。それが自発的に振り返るようになったということです。私は教科書を見返してみてだとか、ノートをちょっと見返してみよう、そんなことは一言も言わなかったんですけれども、子どもたちがより良い宣伝をするためにパラパラパラと、教科書であったりとかノートを見返すようになりました。実際に集まった作品がこんな形ですね。作品が全部集まったら、今度は鑑賞会を行いました。このような形で、机の上に自分の作品を置いて、その隣にですね、自分が考える白い帽子の良さ、そしてその良さを引き出すための工夫を書いたノートを隣に置いて、それぞれ歩き回って鑑賞会を行っていきました。
そして鑑賞会が終わった後はこういうふうに黄色いカードにですねメッセージを書いてそのお友達に渡すというような活動を行いました。とても温かいメッセージですね。グッジョブというような形で温かいメッセージがですねたくさん、集まっていました。実際の子どもたちの作品はこんな感じです。実際に紙でですねまとめる子、こっちはですね奥の方は、あらすじを細かく書いている子、それからシンプルにポスターにまとめる子などがいました。他にも iPad で、ポスターをまとめた場合にはすごくシンプルなんだけれどもすごく気になるキャッチコピーを、考えた子、それからこちら側はですね、作品のあったかさをイメージして作ったんだというふうに、お話をしてくれました。動画を作った子には、実際に実写化をするような子もいました。本校は、夏服になりますと白い帽子になりますのでその白い帽子を使って動画を、作ったりだとか、あとはこちらは、プログラミングアプリのですねスプリンギンを使って、動画にする子、それからこちらはですね同じスプリンギンなんですけれども動くポスターを作る子、そんな子も出てきました。実際に活動が終わった後にどんなアプリを使ったのというふうにアンケートを取ってみました。一番奥の CC エクスプレスというのは今でいう Adobe エクスプレスのことですね。それからスケッチーズであったり iMovie、スプリンギン、ロイロノート、いろいろなアプリを使っていることがわかります。また今回、紙で作った子はですね、今回は使っていないというふうな選択も、取っていました。一番最後に今回のですね実践のアンケートを取ってみました。白い帽子の良さは何か自分なりに考えることができましたかというアンケートに対しては全員がはいと答えてくれました。それからこれまでの勉強を生かせたと思いますかという言葉にはですねほとんどの子がはい、それからまたこの活動をしてみたいですかというようなアンケートにもほとんどの子がはいと答えてくれました。ということでですね、まとめの感想文をやめて宣伝活動をした結果、自発的に楽しみながら振り返る子が増えていきました。この実践はですね、物語文、白い帽子以外にもできると思いますので、ぜひ真似してみてください。ありがとうございました。市川工業高校電気科の貝森です。今回は iPad で簡単にモザイク加工ができるアプリをご紹介いたします。まあ、学校で広報活動に携わる方で例えば生徒の顔をあまり映したくないとか、映しちゃいけないということは多々あると思います。で合唱コンクールだとか体育祭とか、私たちITチャー TV に出ていらっしゃる方なんかは生徒の学習の風景なんかも使いたいところですけれども、どうしても顔を映せないということあると思います。そういった時におすすめしたいのがこちらの動画モザイクアプリです。基本無料で使うことができます。では早速見てみましょう。こちら iPad の画面ですが、アプリを起動しまして、はい、で、加工したい動画を選びます。で最初の画面では動画の尺のトリミングができます。こちらは iPad や iPhone などでの通常の写真のアプリで使うものと同じかなと思いますけれども、今回ここで調整して、で次の画面に行きますと全体にこのようにモザイクぼかしをかけることができます。これすべて自動です。またモザイクの種類も変えることができますし、このように動画がどんどん移り変わっていっても自動でかけてくれます。はい、でまた動画全体だけではなく、顔のみにかけることもできます。今これは弱いんですけれども、ここからちょっと動画モザイクを強くすると顔の部分を自動で認識してモザイクをかけてくれます。で動画が流れていっても自動でそのモザイクの部分が顔に合わせて移動するので、非常に便利かなと思っております。はい、このような感じですね。で、もちろん、顔全体ではなく、ちょっとした目線の部分だけを隠したりということもできます。ちょっとこちらは怪しいのであまりおすすめはしませんけれども、このような加工も可能です。でまた、
この動画アプリでは雰囲気、ぼかしを入れてちょっとした映えのような、ね、映える雰囲気を醸し出すこともできます。でお好みで強さや色合いを調整できるので無料ではありますけれどもいろんな加工のパターンがあると思います。で、調整できたら右上のチェックマークを押して動画を書き出していきます。で書き出した動画はこのようになります。2つ目のモザイクアプリ、こちらは写真を加工するものでこちらも非常に便利ではありますけれども、動画を、モザイクかけるっていうのはなかなかないと思いますので非常に使いやすいかなと思います。自動でやってくれるのでテクニックは不要で広告はありますが基本的な機能は無料で使うことができます。ぜひ使ってみてください。はい、ということで森村学園初等部の不破霞先生のプレゼン、お聞きしたけどもいかがですか。はい、とても素敵な実践だなと思いました。感想文っていうとやっぱりやらされてるなっていうのが非常に私はこうトラウマみたいになってるんですけども、その読んだことない人にこう宣伝をしてみるといったようなですね、その逆転の発想というかこう、ね、違った切り口といったところが、非常にやる気を出してる、ね、出すための重要なポイントなのかなと思いました。本当そうですよね。またその宣伝をする方法についてもこれでやりなさいではなくて iPad 使ってもいいし紙でもいいし、またアプリ何使ってもいいよって知ってるところがさすがだなと思いましたね。そうですね、心理学的にでもよく言われるみたいなんですけど、その自分でやることを決めれるっていうですね、そういったポイントがですねやる気をこう起こすっていうふうにあるので、実にですねこう裏付けられたものがある実践だなと思いました。ですね、大人も子供も楽しめる実践授業を作っていきたいですね。そうですね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 iTeachers TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.